新型コロナウイルス感染症に効果があると期待されるインフルエンザ治療薬アビガンについて、増産に向けた支援制度の説明会が行われました。富士フィルムホールディングス子会社の富士フィルム富山化学が開発したアビガンは、新型コロナウイルスにも効果があるとみられ、国は増産設備への補助を決めています。増産への関心は高く、説明会には県内の製薬関連企業およそ20社が集まりました。さらなる増産の必要性が高まってくるというふうに考えております。そのためにはサプライチェーンの拡充が最重要課題であるというふうに考えております。増産にあたっては原材料から薬になるまでの複雑な工程を分担する必要があり、県では原材料のコストについても支援する方針を示し、国と調整しています。国民の健康や命を守る、あるいは世界の皆さんにも貢献できる、で薬の富山というものをね、ある意味でアピールできる大変貴重な機会だと思いますので、今日も非常に医薬品業界の皆さんの手応えは結構あったなと、こういうふうに思っております。国は新型コロナウイルス感染症用としてアビガンの備蓄を200万人分に拡大する方針です。